さあ、それでは早速中を見ていきましょう。わあ、中はとっても明るくてナチュラルな空間になっていますよ。でもこうやって階段下だったり、さまざまなインテリアにブラックを使っているので、メリハリが効いています。さあ、こちら階段下の空間なんですが、自転車を置けるぐらいの広々したスペース、玄関から入ってすぐに目に入る場所なので、さまざまなものをディスプレイするのにすごくいいですね。さあ、続いてはダイニングキッチン見ていきましょう。うわー、広いですね。このペンダントライト、かっこいい。こういうの憧れます。またこちらの壁、飾り棚がついているので、ちょっとしたスペースでも楽しく生活できる工夫がされてますよね。キッチンは片方が壁に接しているペニンシュラ型のキッチンを採用していますし、ぐるっと一周できるようになってるんですね。こういうのすごい嬉しい。またこの通路の広さいいですね。これママに嬉しいポイント。これだけのスペースがあれば、家族みんなで料理をしたり、また運んだり片付けたりとスムーズにできます。あ、さらにこちら、ここから洗面器やバスルームにも行けるので、水回りがこれぐらい近い距離に固まっているとすごく家事がしやすいんですよね。キッチンの背面にはご覧のようにカウンター収納になっています。スリット棚もあるので、あ、たくさん入りそう。さらに冷蔵庫はダイニング側からは見えない位置にあるので、オープンスタイルのキッチンではありながらも、とってもすっきりとして見えると思います。さらにカウンター収納に続くような形で、こちらカウンタースペースになっているんですが、ここなら家事の合間に一息つくのにもちょうどいいですし、お子さんが小さいうちはここを勉強スペースにすれば、料理をしながらでも様子を見ることができますし、本当に仕事に家事にと忙しい毎日ですけど、家族とのコミュニケーションを大切にしたい方にはとってもおすすめな作りになっています。